はい、ではセブンティーンの皆さんです、じゃあもちろんインサープタクリスミダーご挨拶お願いします。セドエーセブンティーン、こんにちは、セブンティーンでーす。13人組グループセブンティーンが来日、都内で記者会見を行いました。こんにちは、テレビ朝日の AI アナウンサー花里ゆいなです。皆さんに話題のエンタメニュースをお伝えしています。新たな K-POP のリーダーとして人気のセブンティーンが日本でのファースト EP ドリームのリリースを記念し、メンバー13人揃っての記者会見を開催しました。日本でも人気急上昇のセブンティーン全メンバーが語った日本のファンへの熱いメッセージのすべてをノーカットでお伝えしちゃいます。ではここで改めてですね、セブンティーンのメンバーの皆さんお一人ずつご挨拶をいただければと思いますので、ドギョムさんからお願いできますでしょうか。マイクをお持ちになってお願いします。はい、こんにちは、 DK です。今日はよろしくお願いします。こんにちは、ジョシュアです。会えて嬉しいです。ありがとうございます。こんにちは、宇治です。僕たちの新曲にたくさんの関心をいただいてありがとうございます。はい、こんにちは、スンガンです。このような機会をありがとうございます。いい記事をお願いします。こんにちは、ショウガンです。よろしくお願いします。こんにちは、ミンギュです。いい記事をお願いします。こんにちは、エスクプスです。今日はよろしくお願いします。こんにちは、パノンです。よろしくお願いします。こんにちは、ワノです。よろしくお願いします。こんにちは、ディエドです。ありがとうございます。こんにちは、ディノです。誠意新誠意お話しします。ありがとうございます。こんにちは、ジュンです。愛してます。こんにちは、オシです。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあメンバーの皆さんどうぞお座りください。よろしくお願いいたします。はい、11月9日に発売になりましたジャパンファースト EP ドリームのお話から聞いていきたいと思うんですけれども、公開されてすぐにね曲を聴かせていただきましたけれども、とっても美しいメロディーと優しい歌詞が特徴の曲だなというふうに感じられます。まずはこのジャパンファースト EP ドリーム、どんな作品か、そしてタイトルドリームがどんな思いを込められた楽曲なのかというところで、宇治さんからお話聞かせてもらえますか。네타이틀곡드림은세븐틴의역사적인돔투어의순간을장식하기에굉장히어울리는일본오리지널곡입니다꿈에그리던것들이꿈에한정되지않고현실이된순간을함께걸어와준캐럿여러분과함께그현실을놓치지않는다라는맹세메시지를담은곡입니다タイトル曲ドリームはセブンティーンの歴史的なドームツアーの瞬間を飾るにふさわしいと言われている日本のオリジナル曲です。夢に見ていたものが夢にとどまることではなく現実になるというその瞬間を共に歩んできてくれたカラットの皆さんと一緒にその現実を離さないぞという誓いのメッセージを込めた曲になっております。はい、ありがとうございます。さあ、そしてミンギュさんには実際この EP がどんな作品なのか改めて教えてもらっていいですか。ね、ジャパンファースト EP ドリームは총4곡이수록되어있는데요。일단우지형이말했던드림과아타카앨범의락이주그다음에세미콜론의겨우그리고마지막으로또달링의홀리데이버전또스페셜하게준비해서꽉꽉캐럿들을사랑하는마음을담아최선을다해서준비한앨범입니다。ジャパンファースト EP ドリームは全部で4曲が収録されているんですけれども、ドリームとともにアタッカのタイトル曲ロックウィズユーとセミコロンに収録されているオールマイラブが収録されています。またダーリンのスペシャルバージョンダーリンホリデーまでキャラットの皆さんのことを思いながらギュッギュッと詰めきたくさん詰めて一生懸命準備しました。はい、ありがとうございます。そしてね、ミュージックビデオも本日
午前0時に公開になったわけですけども、大変な話題になっています。もうメンバーの皆さんの表情がとっても素敵でね、何度も何度も繰り返しカラットの皆さん見てらっしゃると思いますが、そんなミュージックビデオの撮影エピソードをちょっと聞かせてもらえたらなと思うんですけど、ディノさん。はい、저는개인신에서바텐더역할을했었는데사실이제성인전에는상상할수없는캐릭터였는데이번에뮤비에서이역할을맡으면서새삼재밌게느껴졌고그리고또단체군무신에서는저희가연습을좀타이트하게하고촬영을했는데도불구하고모니터를보면서멤버들끼리너무이제시너지도잘나왔고군무도예쁘게나온것같아서네만족해했던기억이있습니다僕は今回個人のシーンではバーテンダーの役割をしたんですけれども、僕がまだ成人する前だったら想像もできなかったそういった役割をミュージックビデオで楽しく撮影できたことがすごく記憶に残っています。それから全員で踊るシーンに関してはタイトに撮影したにもかかわらずモニタリングしてみたらかなりシナジーが合ってるなという意味で大変満足できたところがありました。はい、セブンティーン真骨頂を見せていただけるそんな素敵な映像になっていると思います。ぜひ何度も、ね、見ていただきたいと思いますが、そして今回ドリームなんですけれどもポイントダンスがあるというふうに伺ってますけど、星さん。はい、ありますよね。はいサビの夢で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 という歌詞に合わせたこの動きがポイントです。はい、もうちょっとその動きポイントダンスをちょこっと見せていただくことできますか。メンバーの皆さん一緒にお願いします。はい、せー、はい、全部全部はい、全員ですね。全員ビギビギビギ、はい、ビギ、あ、せーの、夢で夢で夢で、はい、この動きがポイントです。はい、ね、で、그리고또꿈과현실의연결이라는의미를담아가지고저희세븐틴스럽게표현을했으니까요그런부분을주목해주셨으면좋겠습니다夢と現実のつながりという意味を込めてセブンティーンらしく表現したのでぜひ注目してください。はい、ね、そのあたりもぜひ注目していただきたいポイントだと思います。さあ、そして今回の来日は今年5月に行われましたファンミーティング以来半年ぶりの来日ということになります。アルバムの発売そしてワールドツアーと忙しい日々を過ごされてきたと思いますけれども、この半年間どのように過ごされてきたのか知りたいこともいっぱいあるんじゃないかなと思いますけど、ジュンさんから聞こうかな。じゃあ、사실6개월동안굉장히행복한6개월였습니다。이렇게투어하면서많은캐러분들도다시볼수있어서너무행복하고앞으로도더많이볼수있으면좋겠습니다実はこの6ヶ月間とっても幸せな半年を過ごしていました。ツアーを回りながらたくさんの世界のカラットの皆さんにお会いすることができましたし、これからもそういった幸せな日々が続くというふうに信じています。バノンさんいかがですか。はい、앞서준영말대로투어를계속도는와중에이제저희가앨범준비도좀다양하게하면서굉장히바쁘게지냈던것같습니다그래서이번에일본에온김에뭐시간이된다면온천도좀하고그러고싶습니다今준さんがおっしゃったように前回来た時もツアーの合間ツアーの準備などいろいろアルバムのツアーの合間にもアルバムの準備も進めてきました。それとても忙しく過ごしたのです。なので今回は日本に来で時間があればですけれども温泉とかにも行けたらいいなと思っています。ねえ、もうすでにインスタではねいろんなことをね楽しんでらっしゃるメンバーの姿、ファンの方もきっと楽しんでると思いますけれども、さあツアーのお話出ましたが、6月のソウル公演皮切りに約2年4ヶ月ぶりのワールドツアーセブンティーンワールドツアービーザさんをまさに行っている真っただ中で、先日アジアツアーを終えていよいよ11月19日からは待望のドームツアーです。はい、ね、東京ドームが夢というふうにお話しされてました。なかなかここまでたどり着くのもコロナもありましたし大変でしたが、今の気持ち改めてエスクプさんに聞かせていただきましょうか。네우선일단지금까지기다려주신캐럿분들께감사하다는말씀전해드리고싶고요그리고캐럿분들과함께이꿈을이룰수있어서너무기쁘고하루빨리무대에서서캐럿분들께좋은에너지그리고좋은추억쌓아드릴수있으면좋을것같습니다。
まずここまで待っててくださったカラットの皆さんに感謝しています。そして共に夢を追い続けて叶えてくれたことに対してとても嬉しく、そして幸せであります。これからもたくさんの思い出、それからいいエネルギーを作れていけたらなというふうに思っています。はい、ね、2020年の5月のそのドーム公演がね、残念ながらコロナの影響で中止になってしまったんですけども、ジョシュアさんその時のことを覚えてますよね、もちろんね。네월드투어자체를중지해야해서정말아쉬웠고너무슬펐지만또만날수있을거라고믿고는있었습니다이번에도움투어에서캐럿분들을다시만나뵐수있어서너무기쁘고캐럿분들께오랫동안기다려주셔서너무감사하다는말을전해드리고싶습니다はい、ワールドツアー時代を中止しなくてはならなくてとても残念で悲しかったんですけれども、また会えると信じていました。今回日本でドームツアーができて本当に嬉しいし、キャラットの皆さんにまた会えると思うととても嬉しいです。で、待っててくれてありがとうという言葉を伝えたいです。はい、ありがとうございます。そして今回ザ・シティというプロジェクトが初めて3都市連続で実施されるというふうに伺っています。コンサートの前後に各都市全体でファンの皆さんが楽しんでいただけるいろんなイベントが展開されるということなんですけども、スンガンさん、どんな内容なのか教えてもらっていいですか。あ、정말도시별로아주특별한イベントが準備되어있는데요。일단오사카에서는저희의랩핑전철이다닌다고합니다。그리고도쿄에서는요도쿄스카이트리에서이제더시티를위한특별한이제라이팅이또있을예정이고나고야에서는또사진전도열립니다네많은관심부탁드립니다各都市ごとにとってもスペシャルなイベントが準備されているんですよ。まず大阪では僕たちのラッピング列車というものが走ったり、それから東京では東京スカイツリーがザ・シティのための特別なライティングになる予定というふうに聞いています。それから名古屋では写真展も行われるということですので、皆さんたくさんの関心をよろしくお願いします。都市ごとにね、いろんなことを用意してくださってるけども、원우さんどうですか。네오프라인뿐만아니라온라인에서도즐길수있는사진전과공연상영이있으니까꼭참가해주시면좋을것같아요はい、オフラインだけではなくてオンラインでどこからでも楽しめる写真展とか、公演の上映もあるので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、もう街全体がセブンティーン一色に染まるという、そんな3都市です。ドームツアーで3都市巡って、まあ、カラットにとってはドリーム夢のような、ね、企画になっていると思いますので楽しみですが、さてそんなドリーム夢にちなんでこんな質問させていただきます。今回の来日で楽しみにしていたこと、また日本での夢があったら教えていただきたいんですが、じゃあジョアンさんから聞こうかな。네、제가저번에일본에갔을때시부야거리에서사진을찍어서올렸었던게그때포토스팟이됐더라고요。그래서이번에도새로운사진을올려서포토스팟을만들고싶다라는기대를하고왔습니다。前回日本に来た時に僕が渋谷で写真を撮ってあげたものがあったんですけれども、それが皆さんの中ですフォトスポットになって聖地みたいになったというふうに聞きました。なので今回もそういったフォトスポットを作れたらいいなというふうに目論んでおります。はい、大変な話題になってましたからね。リエイトさんはどうですか。あ、네、저는예전에부터많은사람앞에서콘서트하는게꿈이었는데요그게동투어였어요그래서이번에할수있게돼서너무설렙니다。はい、僕は以前からすごい大勢の人の前でコンサートしたいという気持ちがあったんですけれども、今回ドームツアーというドームツアーが叶って嬉しくて期待しています。はい、本当にね、ドームツアーではどんなステージ見せてくれるのか今から楽しみですけれども。さてそのセブンティーンの皆さんの日本での夢を聞けたところで、ここからはですね、事前に会場の記者の皆様からお送りいただきました質問に対して時間の許す限りお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、今回のアルバム制作に携わったメンバーの方に伺いたいということなんですけれども、そのアルバム制作に伴うエピソードがあればぜひ教えてくださいということなので、宇治さんに伺っていいですかね。네사실그멤버들이계속해서얘기했지만돔투어라는게
세븐틴에게 굉장히 꿈과 같은 그리고 캐럿들에게도 굉장히 꿈과 같은 순간이었어서 이 꿈이라는 이야기에 관련된 음악을 꼭 돔투어 전에 만들어야겠다는 생각을 이미 예전부터 하고 있었어요. 그런데 이제 사실 그 순간이 2년 반 전에 이제 이런 음악을 만들어야겠다고 생각을 했었는데 돔투어가 취소가 되면서 이 음악을 못 만들고 있다가 이제 2년 반이 지난 지금에서야 이 꿈에 관련된 이야기를 담은 음악을 만들 수 있게 되어서 굉장히 반가운 마음으로 음악을 만들었던 기억이 있습니다. 実はメンバーが何度も言っていましたが、セブンティーンにとって、そしてきっとカラットにとってもドームツアーというのは夢だったんですね。その夢のステージで夢に関する曲を作らなきゃというふうにずっと考えてはいたんです。でもその瞬間をみんなで迎えられるという時に、2年半前かな、コロナでそういったことが中止になってしまってずっと作れないでいたのですが、この度やっとその夢に関する曲を作ることになり、そして作れることができてとても嬉しい気持ちで今を迎えております。はい、ありがとうございます。それからこのような質問も来ておりました。久しぶりにたっぷりとした日本滞在となりそうですが、1日フリータイムがあったら何をしたいですかという質問を結構いただいておりました。じゃあ星さん聞きましょうか。はい、はい、あ、정한さんが寿司おまかせを予約しました。それで一緒に行きます。はい、行きます、はい、はい、これから지금부터行く感じですね。アプロクロン예전에있다고、はいはい、これから行く予定と、はい、いうことです。寿司お任せ、はい、ピザよ、高い、本当に高い、정한さんが高い、あ、ジョアンさんが高い、はい、はい、ね、ジョアンさん大丈夫？大丈夫です、もちろんだよ。ありがとうございます。ミングさんにも聞きましょうか。じゃあ저는온천에한번가고싶고요。그다음에오랜만에아키타에가서스키도타고싶고요。그리고일본노래를들으면서산책도하고싶습니다。僕は温泉に行きたいというふうに思っています。それから久しぶりに秋田でスキーもしてみたいですね。あとは日本の曲を聴きながら散歩もしてみたいと思っています。はい、もう皆さんね、それぞれこう行きたい場所を、体験してみたいこといろいろあると思いますけれども、時間のある限りねできればいいなと願っております。さあ、そしてこのような質問もたっぷりいただいておりました。東名阪、東京、大阪、名古屋、日本を代表する3都市でのドームツアーということになりますが、やはりその都市ごとにいろんな魅力があるわけですけれども、それぞれの街で楽しみにしていることがあればぜひ教えてくださいということですが、バーノンさんどうですか？네、가장기대되는건아무래도그돔투어자체와그리고투어중에만나게될캐럿분들인것같고요。그리고또그도시들에서개최될더시티프로젝트도기대가됩니다。はい、まずはドームツアー、一番楽しみにしているのはドームツアーそれ自体ですね。それから、そこで会うカラットの皆さんがとても楽しみにしています。あと各都市ごとにその、期待を、各都市ごとの開催、はい、各都市で開催されるザ・シティもとても楽しみにしています。はい、ね、それぞれの町で美味しいものもたくさんありますから、ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。ありがとうございました。いろいろお話をお伺いしたいところなんですが、お時間も迫ってまいりましたので、この辺で最後のご挨拶の時間という形になりますので、じゃあメンバーの皆さんスタンドアッププリーズでお願いします。全員お立ちいただきまして、では最後にですね、統括リーダーエスクプスさんから、代表でご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いします。네요、 이렇게 바쁘신 와중에 저희 세븐틴 기자간담회에 참여해주셔서 너무 감사드리고요。 앞으로의 저희 행보도 많이 기대해주시고 주목해주셔서 너무 감사드리겠습니다。 그리고 마지막으로 따뜻한 기사 그리고 좋은 기사 많이 써주시면 저희도 찾아보고 기분 좋게 돔 투어와 프로모션 모든 것들 활동을 더욱더 열심히 하도록 하겠습니다。 감사합니다。
こうしてお忙しい中、僕たちセブンティーンのジャパンファースト EP ドリーム発売記念の記者懇談会に参加していただいてありがとうございます。いつも僕たちに注目してくださって、そして期待してくださって、注目してくださることにとっても感謝しております。温かい記事、そしていい記事をたくさん書いてくださったら嬉しいと思います。僕たちはその記事を見てまた力をいただき、これからもっといい音楽をお届けしたいと思っています。ドームツアーも期待してください。頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 EP の成功、そしてドームツアーの成功を心より願っております。では、まじまげインサープタケです。以上、セブンティーンでした。それで、セブンティーン、ありがとうございました。ありがとうございました。セブンティーンの皆さんでした。よろしくお願いします。カムサムニダ、ありがとうございます。韓国13人組グループ、セブンティーン来日会見のニュースをテレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。そうだ、今回はメンバーがかっこよくポーズを決めてくれたフォトセッション映像をおまけでお付けしちゃいます。ファンの皆さん、楽しんでみてくださいね。